Star Wars 3 Premier Cup Final。 ただいまよりプレミアカップを開催します。京都競馬場、天候は雨、馬場状態は芝、ダートともに不良で行われます。出場全14チームを紹介します。飛び出した14頭まずまず揃って飛び出しました。さあ先行するのは何か。花を切ったのはブラックエンペラー、そしてサムライテルタク。さあ今日はどのようなレースをするのか。11番レイメ、鞍上はちょっと離されまして、6番ノーネンレーナ、フィロエンプティがかわしていきました。キャノムハンジ先頭、行く赤い帽子はブラックエンペラー、ヘイメも懸命に追うピンクの帽子ニカ先頭、ブラックエンペラー、ブラックエンペラーが2馬身リード。この辺りで先頭はニカ、3番手にジェノバ、ブラックエンペラーも懸命に追うニカ先頭、ジェノバが2番手、先頭はニカ、内から懸命にブラックエンペラー、まだ先頭ニカ、1番セルレディオス、ジェノバ先頭、ジェノバが勝ちました。ニカは2着、セルレディオス。第1レース1着当番、2着14番、3着6番以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは。ビンフが先手を取ります。そして13番桜もこず、月光町がその後ろ、電馬は少し痛いがそのうちにいます。先頭は薩摩霧島、大逃げにスタンドから歓声があふれております。差が開いて10番ビンフ。さあ歴史に名を刻むのは果たして、果たしてどの馬か。バイアルタークは3番手、先頭に踊り出すことができるのかどうか。3番手にバイアルターク、外から懸命にサムライジェネラル、先頭は薩摩霧島、バイアルタークが3番手、先頭は薩摩霧島、内から懸命にバイアルターク、サムライジェネラル先頭に立った。バイアルタークが2番手、まだ先頭サムライジェネラル、1着サムライジェネラル、2着第2レース1着8番、2着6番、3着13番以
上のように確定しました。さあ飛び出した14頭、まずまず揃って飛び出しました。さあ先行するのは何か。花を切ったのはドローン、リベンジクリア。かなりリードしています。ちょっと離れて3番リベンジクリアでやります。それから6番オオカミトプライド、差が開いて13番ノニタドネア、ジャリダー下がって5番手サムライキングダムが上がってまいりました。さあ各陣営の思いを乗せて14頭がゴールを目指します。リベンジクリアは5番手先頭に踊り出すことができるのかどうか。ノニトドネアが先頭だ、黄色い帽子ミミコ外から懸命に、ネオプラネットサムライキングダムが2番手、ネオプラネットが2番手、ネオプラネット先頭だ、内を通ってノニトドネア、ネオプラネット先頭1着、ネオプラネット2着はミミコ3着ノニトドネア。第3レース1着14番、2着7番、3着13番以上のように確定しました。さあ飛び出した14頭、まずまず揃って飛び出しました。さあ先行するのは何か。完全と飛ばしましてマンホールがあるが行こうとしております。1番ダレ外から1頭、3番フォーテムガゲキダーリンベイビーがかわしていきました。それからスピース、そして6番手に9番ドリタリンシカでやります。内を通ってスルスルとガラロスロボスが上がっていきました。さあ最高の栄誉と賞金をかけてここから直線勝負です。チビノインがまだ後方、ようやく追い込み体勢。2番手にダーリンベイビー、先頭はマンホールガール、7番ガラロスロボス、マンホールガールが先頭だ。ガラロスロボスも懸命に追う、マンホールガールが先頭だ。3番フォーテン打撃、マンホールガール先頭1着、マンホールガール。さあこれでポイント争いは大混戦。第4レース1着13番、2着6番、3着3番以上のように確定しました。さあ飛び出した14頭、まずまず揃って飛び出しました。先に行くのはどの馬なんでしょうか。花を切ったのは4番ブラックラグーン、そしてパートタイムラバー、その外からはアンダーレイヤー、そしてその後ろからマジシャンズアスラ、オガマルがそのうちにいます。そして外からは8番ジュンビッグバン、それからベンバシンドローム、しんがりまで下がりました。さあ場内が騒然としています。場内が騒然としています。先頭行く、赤い帽子はブラックラグーン、赤い帽子キャロム奇跡、ピカチェッカーも懸命に追う、先頭はブラックラグーン、まだ粘っているキャロム奇跡が2番手、オレンジの帽子ピカチェッカー、キャロム奇跡かわした先頭に立った、ブラックラグーンも懸命に追う、キャロム奇跡先頭1着11番ピカチェッカー。さあポイント争いはどうなったのか。の結果をお伝えします。第1レースから順に当番8番14番13番11番以上のように確定しました。